皆さんこんにちは、ガーダです。コレクトキューブスやっていきましょう。他のゲームをやってて、でその中で出てきた広告で見つけたゲームなんですけども、こういう風に集めて、こうキューブをコレクトしていくと。広告に出てるようなアプリって大体さ、ダサくか悪質なやつとか多いじゃないですか。放置なんとかとかさ、あの中華系のとか結構ひどいの多いですけども、あ、泣いてるこれはね、なんか気持ちよさそうだなと思って、似たようなゲームはそれね、いっぱいあるけども、まあ試しにやってみようと思って現在です。難しかったら動画広告を見てレベルをスキップすることもできると。お、これね、やってる人しか分かんない感覚が、皆様朗報です。2ステージやって全画面スキップ不可動画広告が流れました。クソですね。うん、やっぱりそういう系か。で、多分ね、この右上のプレゼントボックス、これも広告を見るとなんかがもらえるんでしょう。オープンギフト、なるほど、色が変わると。こうやってね、ボーナスをもらうために見る広告ならいいんだけども、向こうの都合で勝手に流される系はね、ただのクソですよ。でね、まあ、ゲームの方に戻ると、ゲーム自体はいいんですよ、これ。これね、やった人しかね、わからない感覚がある。これ持ってくじゃん。回収させると、ブリ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 ってね、バイブレーションがあるんですよ。これが気持ちいい。まださ、5秒広告とかならいいんだけど、15秒下手すると30秒広告がステージクリア時に流れるっていうね、何考えてんだろうね。やってもらえなくなるのに。それでもあれかな、こういう風に少しでもやってくれる、見てくれる人がいたらな、精神で。あれかな、詐欺と一緒かな。オレオレ詐欺とかもさ、ね、まず引っかからないって分かってるけども、ほんの一部引っかかれば大儲けって言うじゃん。そういう精神かい、こいつらは。分かったぞ。お、なんかビッグになった。ボーナスレベル。あ、しかし時間制限が、うおー気持ちいい。これ大量のやつをね、一気に持っていくとね、ブリ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 もね、いい音鳴ってる。うおー、これは制限時間中に集められるだけ。よいしょ。なんかこれドッグフードに見えてきた。よいしょ。あー、変な取りこぼし。おお、焦っちゃダメだ。焦ったら、おもつを。よいしょ、1個だけ取りこぼし。あー、終わっちゃった。お団子だ。団子3兄弟。しかしこれ、難しい要素は一切ないよね。スキップレベルする必要あるんだろうかっていう。デザインが気に食わなかったらってことか。だってさ、制限時間もないし、なんか妨害キャラもいるわけじゃないし、ゲームとしては、一度に持ってきたかったけど、なんら難しくないぞこれ。鳥、勢いよくやった方が、えいや、気持ちいい。いや、うん、取れない。よいしょ。サボテンだ。うおお。これな、爽快に、大胆にグワーっていったところで、全部最後には回収しないといけないから。お、形が似てるぞ。よいしょ。とてもシンプルで、わかりやすく。そして、広告の出し方はわかりやすく、クソ。あれ？これもしかしてクソゲーなんじゃね？っていう。このシステム自体はね、気持ちいいんだけどね。スマホゲーは、ほんとその広告の出し方で、評価が一気に地に落ちると思うんだ。不思議なのはさ、YouTube とかでさ、数分おきにさ、長い広告出してる人とかいるじゃん。
あれでもでも結局ファンの人は見たいからで最後まで見続けちゃうのかね。いいよ。ああ、引っかかって大きいからこそ穴になってる。これは何の形だ。あ、終わっちゃった。あ、なんか雰囲気変わったね。でもこれ入る数が限られてるからな。周りが雲っぽいからおそらく鳥かな。ちょっと集めづらくなった。今度は簡単だ。結局何だったんだろう。このゲームいつ終わるんだろう。もうゴールしてもいい気がする。そう、10ステージ目ぐらいで切りよく終わっときゃよかったが。これさ、2ステージごとぐらいに広告出ちゃうからさ。えい、このグラサン野郎め。なんだなんだ、配信した気取りか。よいしょ。グラサンしてる人と会話してるときさ、どこを見たらいいか分かんなくなるよね。目を見たいけども、そのグラサンの中でまたね、どこが目なのか。よいしょ。あ、ちなみに今風邪ひいてるんで、今回の動画はこんな感じです。声がクリーパーじゃん。シューポン、爆発する前に肉片溶かせよ。15コンプリート。このボーナスレベルもはやいらないんですけど、このコインっていうか、これを集めるね、ボーナスステージなんだろうけど、もうとっとと次のレベル行きたいんですけど。にゃー、あー、猫を見つけたから、いつもの猫をやろうとしたらその声すら出ない。ラタタラタタ、あー、ダメじゃん。なんだこれ、木か。こういう風になんか形がいろいろ変わるんだったら面白いね。はい、そしてボーナスステージも終わり。変米ゲー16世紀。なんかついついやめ時を逃しちゃってるけど、多分そういう狙いのゲームだな。つい続けちゃう。そういう点では褒められたもんだけども、広告のクソうざさが、いつでもやめれる準備を。よいしょ。もうね、雑になってきたもん。よいしょ。もうゴールしよ。このステージ終わったら、このステージ終わったらもう俺は終わりにする。はい、17、切りよくね。で、今5000円あって、オリジナルスペシャルスキン。あ、こっちの方が高いのか。通常のは1000円でランダムに手に入る。スペシャルは2500、もしくは動画広告で。なるほど、こうやって変えられるけども、変えたところで何も面白くねえな。よし。ということで、コレクト、キューブスでしたっけ。これにておしまい。広告がひどいゲームだった。